ただいまのお時間、午後10時30分を回ったところです。今週も始まりました、小室ゆりの夜サプリ。ここから30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室ゆりがお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒しところ薬も庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系以上3社と、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転くれぐれも気をつけてくださいね。では今週もよろしくお願いします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりです。去る10月1日、 FM 宜野湾さん、なんと6周年を迎えたそうです。おめでとうございます。そんな中ですね、この夜サプリも FM 宜野湾さんにお世話になって3年目に突入したよね分かってない、パーソナリティが分かってない。はい、3年目に突入しているはずです。毎週お聞きになってくださっているそこのあなた、本当にありがとうございます。あなたが聞いてくださっているから私今ここにおります。そんなわけでですね、 FM 宜野湾さんと小室ゆりの出会い、実は FM 宜野湾と FM 小座でパーソナリティを務めていらっしゃる新里哲也さん、ビジネス天国という毎週金曜日の13時から14時かなから1時間番組をやっていらっしゃるパーソナリティさんとご縁をいただいたことで、はい、FM 宜野湾の名物社長の、名物社、大事なことなのでもう一回、名物社長の山内一郎さん、噛んじゃったよ、山内一郎さんとご縁をつないでいただいて、で小室ゆりが FM 大和さんで夜サプリという番組やってるんですよなんて言ったら、じゃあうちでもやってよという話になり、ちょっと似てなかったよね似てなかったですよねはい、 FM 宜野湾様でも番組を持たせていただくことになりました。山内さんからはですね、もっと弾けちゃっていいよって、もっと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 、さすが名物社長だなとこれでもね、だいぶだいぶというか、相当遠慮をしながらこうね、トピックの選定をしたりしているんですけれども、山内さんとしては、はい、たまには弾けたい小室よりも聞きたいなというところなんだなと思ってやっております。はい、半年に1回ぐらい、はい、山内カラーに染まった小室ゆりをお届けしたいなと思っておりますので、はい、山内さん楽しみにしていてくださいね。聞いてるかな、聞いてるかなそんなわけで FM 宜野湾、10月1日に6周年を迎えられました。本当に本当におめでとうございます。これからも素晴らしい番組をお届けしていってもらいたいと思います。私も微力ながら貢献させていただきます。さて、今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室ゆり的サプリ論。このコーナーは男女コミュニケーション専門家小室ゆりが担当いたします。ラジオで聞くセミナーです。今週はですね、9月の29日、そして10月の2日にヤフーニュース、そして週刊スパーにて掲載されました、小室ゆりが指南する恋愛ベタの中年男性に真っ先にすべきこと、そして LINE で女性を初デートに誘うのが NG の理由、こちらの記事から私小室ゆりがさらに深掘りをした解説をしたいと思います。楽しみにしていてください。毎月2週目は共感一言サプリ、男と女の幸せ演出と題しまして、共感コミュニケーショントレーナー新田昭継先生がご担当くださいます。今週のテーマは、自分と相手の本当のキャラを探そう、ということなんでしょうね。必聴です。そして
大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による週末の占いサプリもお届けしますよ。お久しぶりお出かけ編です。緊急事態宣言も明けてたくさんお出かけされた方いらっしゃったんじゃないでしょうか。今週末のお出かけスポットをお届けいたします。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエスト送ってくださいね。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレスyuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論。このコーナーは男女コミュニケーション専門家小室ゆりが担当いたします。ラジオで聞くセミナーです。9月の29日、そして10月の2日にヤフーニュース、そして日刊スパーの方に掲載をされましたニュース記事、小室ゆりが指南する恋愛ベタの中年男性が真っ先にすべきこと、小室ゆりが断言する LINE で女性を初デートに誘うのが NG な理由、この2記事から私小室ゆりが本人がですねさらに深掘りをしてお話ししていこうと思っております。9月29日恋愛ベタの中年男性が真っ先にすべきことの記事の中でですね、仕事と恋愛は同列に位置していますので恋愛と仕事切り離して考えないでください、それが恋愛ビギナー男子から中年男性が恋愛勝者になれる秘訣ですとお話しさせていただいているんですけれども、恋愛ベタの中年男性、特に中年男性、中年男性って限らずかなとは思うんですけれども、恋愛と仕事ビジネスを別物だと思っていらっしゃる方が非常に多いんですよね。なんでかなすごい私これ不思議に思うというか、まあそういう性質なだからしょうがないなと思うんですけれども、あえてそこは切り離すなと、一緒にしろと、恋愛はビジネスだ、恋愛はビジネスだ、大事なことなのでもう一回、恋愛はビジネスだという認識で取り組んでいただくと、恋愛ビギナーの中年男性はその先のステップへ進める可能性が高くなります。例えばね、デート用または婚活用に新しい服を新調する、これ鉄板なんですけど、ここがもうめんどくさい、なんでそんなことしなきゃいけないのっていう方いるんですけど、じゃあヨレヨレのシャツ、ヨレヨレのスーツ、ボロボロの靴で今日この商談絶対決めたい、絶対絶対に外したくないっていうお相手企業さんに行きますか？行かないですよね。それと全く同じなんですよ。特に恋愛において初対面の時のファッションの印象ってもう 100%、120%、200% と言っていいほど大事にしてほしい。じゃないとお相手のね、まあ、今回は男性に話をしてるんで、多くの男性が恋愛対象が女性だと思うんで女性と限って話をしますけれども、つまり私ってそういうヨレヨレのシャツとかボロボロの靴とか汚い襟であっていい人間なのねという捉え方をする、それってデメリットの何者でもないじゃないですか。なので恋愛とビジネス、仕事を同列に考えてもらって、初対面の時またはこの女性とお付き合いしたいなと思うのであれば、
ビジネスと同じぐらいきっちりと服装も気を配っていただきたい。意外とまともでしょ、話してることまともでしょ。なのでね、ファッション苦手だ、自分じゃよくわかんない、そんなこと考えたこともないという方は、買い物同行をしてくださるファッションコンサルタントさんに一度でいいです、お願いすることをお勧めします。それはね、ファッションへの投資ではなく自分自身の未来への投資です。はい、そのファッションコンサルさんにいくらかお支払いすることで、あなたの人生がらりと変わります。こんな自分もいたんだという新しい発見につながるので、一度試してみてください。小室ゆりに騙されたと思って一度試してもらいたいですね。では次の記事いきます。10月2日に、掲載されたこちらの記事、小室ゆりが断言する、 LINE で女性を初デートに誘うのが NG な理由。 LINE ってめっちゃめちゃ便利ですよね。相手が都合のいい時に LINE 見られるじゃないですか。で、相手の都合のいい時に返事が返せるでしょ。メールもそうだと思うんです。メールがのやり取りがこう日常化した時に、やっぱり相手の都合のいい時にっていう意見がものすごく多かったんですね。もちろんそれはそうだと思うんですけれども、ビジネスで言えば、じゃあ自分が同じくビジネスとして考えた時に、大事な商談相手からメッセージが届いた、メールが届いたという時に、自分の都合のいいタイミングで返事返しますか？もし大事な相手からメッセージが来たら、最優先事項としていち早くメール返しませんか？あながち間違ってないですよね。つまりね、 LINE っていうのは便利であるがゆえに、あなたを優先するメッセージツールではなく、実はです、これヒドゥンエレメント、隠れた要素として存在しているのが、自分が使いやすい自分都合によるメッセージツールだと言えるんですよ。だってそうじゃないですか。自分の都合のいい時に返せるということは、相手も自分の都合のいい時に返せる、自分も送る時も自分の都合で送るでしょ？でしょ？なので恋愛ビギナーの特に中年男性は、 LINE を初デートのお誘いに使うのは NG なんです。なぜか自分中心のメッセージになりやすいからです。この記事の中でも話をしているんですけれども、メッセージを送るときに、じゃあお食に誘いたいと、こう送ってる方いっぱいいると思うんですよね。お食事行きませんか？これ NG です。絶対的 NG じゃないけど、女性からすると圧が高いんですよ。 OK な例、お食事に誘ってもいいですか？これ OK。 そんな違わないじゃん。いやいや違うんですよ、だいぶ違うんですよ。 NG もう一回言いますね。食事に行きませんか、これ NG。 OK はお食事に誘ってもいいですか。食事に行きませんかだと、イエスノーの2択しか答えが用意されてないんです。それに対して誘ってもいいですか、この問いは行く行かない、イエスノー以外にお相手が自分で選択肢を作れる、そういうものが残ってる状態で相手に渡すことができるんですよ。例えば食事まで時間を過ごすのもまたちょっとだけど、じゃあ1時間ぐらいのお茶から始めましょう、ランチから始めましょうという選択肢は相手に作る、そんな余裕を渡せる
お誘いの仕方が、お食事誘ってもいいですか、ここです、いいですか、この一言がすごく大事なんですね。自分の心に余裕があるんだよというものを見せつつ、相手にも心の余裕を渡すことができる、そんなお誘いの仕方なんですよね。で、こういうのを知らないでメッセージだけで LINE だけで食事行きませんかと誘っちゃうと、なんかこの人圧高いな、そこに絵文字がないとか顔文字がないとか、本当にね、こうデジタルの文字は感情が伝わりにくいので、自分がどんなに好きであっても、自分がどんなに大切にしたいと思う相手でも、例えばよ、了解の一言だけだと、それを受け取った相手の感情、メンタル一つで全然意味合いが変わっちゃうんですよ。こういうのを知っているのと知らないのとでは雲泥の差が出てくる。なので、メッセージ LINE のやり取りは必要以上に気をつける。もうビジネス以上に最上級の顧客、クライアントを扱う以上の扱い方でやり取りをしなければいけないというのをぜひ覚えていただきたいと思います。こんなようなサポートを恋愛スキル協会リコモさんでも行っておりますので、ご興味のある方は恋愛スキル協会リコモ、こちらインターネット検索してみてください。私も講師として登壇しております。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福行地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄発のブランド地鶏、福行地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ、沖縄発のブランド地鶏、福行地鶏。毎月2週目は共感一言サプリ。ご担当いただくのは共感コミュニケーショントレーナー新田明嗣先生です。男と女の幸せ演出、本日のテーマは自分と相手の本当のキャラを探そう。それでは新田先生、よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣です。女と男の幸せ演出、今回のテーマは自分と相手の本当のキャラクターを探そうというものです。突然ですが、あなたはどんなキャラクターだと自覚していますか？よく喋るキャラ、人懐っこいキャラ、ちょっとクールでミステリアスなキャラなど、あなたという人物にいろいろな個性が紐づいているんじゃないでしょうか。では今のキャラクターはあなたにまつわる男女関係に何かメリットをもたらしているでしょうか。もしそんなことないなぁなんて思っていたら、ぜひ今日のテクニックを試してみてください。異性にモテる、もしくは親しみを感じられやすいキャラクターというのは確かに存在します。ですが勘違いしてはいけません。モテキャラだからモテるのではなく、自分のキャラを生かすことができているから男女関係を発展させやすいんです。
もう回りくどいことを言わず先に結論を言ってしまいましょう。男女関係を進展させやすいキャラクターとはズバリ多面性のあるキャラクターです。多くの面と書いて多面性です。この多面性というのはあなたの持っている様々な顔というふうに考えてみてください。お仕事をしている人であれば職場や取引先に見せる顔があります。同時に家に帰って家族や子供やパートナーといった身近な人に見せる顔もあるでしょう。知り合って1週間しか経ってない人に見せる顔と十数年付き合いのある友人に見せる顔は全然違うはずです。このような多種多様な顔を相手がインプットすることで相手はあなたのいろんな一面を知っていくことになります。そしてあなたという人物を深く理解していると錯覚していくのです。相手が周囲の誰よりもあなたのことをよく知っていると感じ始めたらすでに距離感はぎゅっと近しく感じられているはずです。このテクニックは映画やドラマを書くシナリオライターが必ず使うテクニックです。主人公に多面性を持たせることによっていつしか読者や視聴者が主人公に近しい存在になっていると錯覚するわけなんですね。男女関係においても大変使えるこのテクニック、ぜひ明日から試してみてください。それでは今日はここまで。次回もどうぞお楽しみに。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣がお送りいたしました。新田先生ありがとうございました。多面性のあるキャラクター、いやこれめちゃめちゃわかりますよ。いろいろな顔を見せてくれる異性、まあ、私だったら恋愛対象男性の男性なんですけれども、そのいろいろな顔にキュンキュンしますよね。ぜひ異性にモテたい方はいろいろな顔を遠慮なく出してみてください。新田先生ありがとうございました。エンターテインメントの手法を応用したビジネスからプライベートまで使えるコミュニケーションノウハウについて詳しくお知りになりたい方はダイアログデザインラボ、インターネット検索はダイアログデザインラボ、カタカナでダイアログデザインラボでお願いいたします。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週も十二星座で占いますよ。お久しぶりお出かけ編です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、お散歩ついでのカフェがおすすめよ。時間は気にせずあなたとゆっくりおしゃべりしたいわ。お牛座、キバナコスモスが見ごろになっているわ。お花畑の中であなたと二人写真が撮りたいの。双子座、秋の旅行の定番といえば京都、観光もグルメも風情があるわね。カニ座、あなたとしっぽりお酒が飲みたいの。大人なバーでひとときの語らい楽しみましょう。獅子座、大好きなあの人を食事に誘ってみてね。秋のおいしいお料理と会話が弾むはずよ。乙女座、秋は読書がおすすめね。静かな図書館で二人きりたまに見つめ合うのってよくない？天秤座、神社にお参りしましょう。二
人の行く末はおみくじで占って。さそり座、映画館に行きましょう。恋愛系の映画であなたと幸せを感じたいの。いて座、イタリアンレストランに行くのもいいわね。焼きたてのピッツァをシェアしたいわ。ヤギ座、スイーツ巡りも楽しいわね。今流行りのマリトッツォ一緒に食べない？水亀座、景色のいいところに連れて行って。展望台から見渡す風景は最高ね。魚座、水族館のイルカショーが見たいの。夜はベッドの上で飛び跳ねて。大阪の占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪薬務漢数字の8に空の雲と検索してみてください。オンラインでの鑑定も可能です。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。宜野湾を聞いてくださっている方は、この番組の前にスタートいたしました。毎月1週目の水曜日22時から FM 大和チガットルート463、週替わりでメインパーソナリティが変わった、バラエティにあふれる番組、私は毎月1週目のメインパーソナリティ担当しております。なのでね、毎月1週目の水曜日は22時 FM 大和チガットルート467からの FM 宜野湾22時30分夜サプリ、そして翌日は再び FM 大和に戻って22時夜サプリと、はい、小室ゆりボイスを存分に味わっていただきたいと思います。毎月1週目水曜日22時から新番組です。 FM 大和チガットルート473、聞いてくださいね。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。ある種の人々にとって愛というのはすごくささやかな、あるいはくだらないところから始まるのよ。そこからじゃないと始まらないのよ。日本の小説家村上春樹、ノルウェーの森からの名言です。愛とは思わぬところのほんの些細な事柄から始まる、その些細を見逃さないことがコツなんですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。